騎士道精神光領セピロス剣術まとめ。はあ、こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか。あ、先輩、お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事があるのでしょうか。え、ありがとうございます。そう言われてみれば、確かに長いこと会っていませんでしたね。ここ最近、試験の準備をするため仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はい、セピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして長いこと騎士団にいますが、本物のセピロス騎士になるためにはこの試験を通過しなければなりません。ただ以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。手伝い？いえ、そのようなご迷惑は。これは私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための乗り越えるべき困難でもあります。それに試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。しかし、もし試験当日にお時間がありましたら、騎士団の予定によりますと、あと半年後です。え？半年後は、もうすぐの範疇じゃないのですか？まだ少し日があるとはいえ、しっかりと計画を立てておきませんと、あっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。ですので、きちんと計画を立てました。毎日睡眠時間を2時間削り、仕事を1時間早めに終わらせています。それによってできた時間を勉強に充て、これらの本を全て読もうかと。眠くなったらコーヒーを飲み、体力が尽きたら果物の砂糖漬けを。そんなことできません。それに勉強だけでなく、訓練をする時間も設けているんです。実践も試験項目の一つですので。急に一気に話したからでしょうか。少しめまいが。いけません。明日も訓練があります。元気を出さないと。すみません。お見苦しいところをお見せしてしまいました。もう大丈夫です。はい。しかし試験のことを考えると、心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって、不安感がさらに増してしまうのです。場所を変える、ですか？確かに騎士団と図書館にいると自然と勉強する雰囲気になってしまいます。しかし、どこに行けばいいのでしょう。キャッツテールですか？それともエンジェルズシェアでしょうか？もしくはモンド城から少し離れた星拾いの崖や風立ちの地ですか？パンケーキとランチマットを用意すればピクニックにも行けますね。しかしそれだと時間がかかってしまいます。リーユエに旅行ですか？そんな往復の時間だけでもたくさんの本を読めてしまいます。それはモンド城だけにこもっていてはいけないということでしょうか。確かにモンドの象徴は風ですが、私の神の目は岩ですし、岩神が建てられた国へ行けば何か学べるかもしれません。わかりました。見に行くだけでいいのでしたら。
ってきましたね。建物の感じが独特で、往来する人も多いですね。ただなんだか皆様から見られているような。私はまだセピロス騎士ではありません。人が大勢いる場所でそのようなご冗談を、もし誰かに聞かれでもしたら誤解されてしまいます。モンドにいた頃は見知らぬ人に出会うことがあっても緊張はしませんでしたが、なんだか今は立ちすくんでしまって。環境が変わったからなのでしょうか、どのように振る舞えば失礼に当たらないのか分かりません。リーユへの食事マナーでは、お食事の時に箸をお使いになると聞きました。モンドでリーユへからのお客様を接待する時に用意したことがあるのですが、私自身は使い方をあまり知りません。笑われてしまうでしょうか。私はただ思いついたことを言っただけで、わざわざ行かなくても大丈夫ですよ。リーユへに滞在する時間は貴重ですので、急いで勉強しなければ。はい、そうですね。礼儀をわきまえていない状態では教えを請うこともできません。ではやはりリーユへの飲食について調べてみましょう。先輩はどこかおすすめのお店などはありますか？先輩のおすすめのお店、どんなお味の料理が出てくるのか楽しみです。旅人じゃないか。今日は何が食べたい？万民堂は必ず満足のいく料理を出してやるぞ。おや、新しいお客さんを連れてるのか。そのお嬢さんの格好、まさかモンド城のセピロス騎士がはるばる遠くからこの万民堂まで料理を食べに来てくれるとはな。セピロス騎士？いえ、私は冗談さ。そこの騎士様は公務の執行中なんだろう。だがせっかくリーユに来たんだ。万民堂でリーユへの美食を味わっておけば、ここまで来た甲斐もあるってもんさ。そのような意味では違うのか。まさか本当に行きたかったのは瑠璃亭とか新月軒の方だったとか。リーユに初めて来た人は大体がその2店舗しか知らないんだ。まさかセピロス騎士も例外じゃなかったとは。実は私はまだ正式なセピロス騎士ではないのです。セピロス騎士団で見習いをしているメイドで。騎士っつうのはそんなに種類があるのか。まあいい、万民堂に来たからには満足してもらわなきゃな。初めてリュウエに来たんだったらお嬢さんは箸が使えないだろう。このチコ魚焼きなら食べやすいし、香りも味もいいぞ。少し辛さを抑えればお前さんたちモンド人の好みの味になる。試してみないか。私はリーユへの方々の食文化を勉強しに来ました。自分の好みで味を変えてしまっては本末転倒です。お、本場の味が食べたいのか。じゃあ俺たちの定番料理、黒瀬スズキの唐辛子煮込みを食べてみてくれ。ただこの料理は箸を使わないと食べにくくてな。それに辛さもあって万人受けする料理じゃない。熱した鍋に油を引いて大量の絶雲の唐辛子で香りを出した後、瑠璃袋をすりおろした粉末を入れてさらに辛さを出す料理なんだが。聞いているだけでも辛さが伝わってきます。私本当に食べられるでしょうか。しかしもしここで諦めてしまったら、この先の困難をどう克服するというのでしょう。少しだけ辛さがあるというだけです。私大丈夫です。うっ、師匠様、それでお願いいたします。よし、わかった。お二人さん、そこに座って待っててくれ。黒瀬スズキの唐辛子煮込みすぐに用意する。うーん、辛
箸も握れないほどです。大丈夫です。辛いですが、この辛さに慣れればとてもいい味わいが広がってきます。こんなに多くの調味料を使っているのに魚本来の味とコクが味わえるなんて。今度リーユエから来たお客様にこれほど美味なお食事を出せるでしょうか。先輩はこういったお味の方がお好きなのですか。帰ったらしっかり研究する必要がありますね。お、もう食べ終わったのか。どうだ、現地の人でも一気に食べるのは難しいんだが。とても美味しかったです、ウッシ匠様。ごちそうさまでした。なーに、お客さんが満足してくれることが料理人にとっての一番の幸せだからな。だがまさか汁まで全部飲み干すとは。あの辛さはリーユエの人でもなかなか耐え難いっていうのに。え、こちらは飲まなくてもよかったのですか。はい。次また来た時はリーユエ料理の食べ方に注意しないと。あの、先ほど鉄を打っている音が聞こえたのですが、鍛冶屋があるのでしょうか。武器、地域の特徴が最も現れやすいものです。次は鍛冶屋に行ってみませんか。はい。なんだかあなた様が私を接待してくれている気がして申し訳なく思ってきました。これらの武器、見ただけで重いのが分かります。さすが関心によって建てられたお国。シェピロス剣術であればこれらの武器をどのように扱い、どのように型に落とし込むのでしょうか。はい、こういろいろと考えるだけでモンドにいる時よりも不安が和らいできました。おい、そこのお前何してる。おや、こちらの男の子は何かご用でしょうか。俺様を子供扱いするな。おかしな格好でおじさんの店の周りをこそこそうろついて、お前何か悪いこと考えてるんだろう。私はそのようなことはいたしません。ふん、俺様にはわかる。お前の武器を見るその目、俺様とそっくりじゃないか。おじさんに気づかれないよう何本か盗もうとしてたんだろう。やめた方がいいぜ、おじさんに見つかったら怒られるからな。あ、はい。私はいつも両手剣を使っているのですが、ここにはありませんね。両手剣？ふん、おじさんは確かに両手剣を並べてないな。何回も頼んだのに。でも俺様はそう簡単に騙されないぞ。お前の両手剣を見せてくれたら信じてやる。それと神の目も。そんなことないさ。どこの宝剣はそんな両手剣なんかに負けるもんか。岩元素の神の目だって俺様はいつか手に入れてみせる。羨ましくなんかない。自分から全部言ってしまいましたね。仕方ありません。どうぞ怪我をなさらないようお気をつけください。見せてくれるのか。お前本当はいいやつだったんだな。おお、この輝き、本当に岩元素の神の目だ。それにこの剣、重い。全く持ち上げられない。くそ、悔しい。俺様の体がもっと大きければ。急がず、ゆっくりでいいのですよ。あなた様の夢はきっと叶うことでしょう。ふん、だいたい確認できたから返せ。両手剣と岩元素の神の目、それにモンドから来たいい人。
やっぱり伝説のセピロス騎士だったのか。え？うん、モンドのセピロス騎士、その名に恥じない実力だ。でも俺様は負けを認めないぞ。山は変わらず、川は流れ続ける。いつかまたな。お待ちを。私は、あ、行ってしまわれました。何かまた誤解をしていなければいいのですが。しかしリーユへの子供にはあのような夢があったのですね。私も小さい頃、同い年のモンドの子と一緒に将来どのような神の目を持てるか夢見ていました。あの子の願いがどうか叶いますように。さて、そろそろ行きましょうか。次はどちらに行きましょう。リーユへの高校に行ってみますか、それともどこか近くでご休憩されますか。はい、この後の旅路も考えて今は少し休憩しましょう。貯金した方がおや、お客様、モンドからいらしたのでしょうか。その身なり、ただの一般人ではないとお見受けします。もしかしてあなたはかの有名なセピロス騎士でしょうか。実は私、折り入って騎士様にお願いしたいことがあるのですが。すみません、申し上げにくいのですが、私は正式な騎士ではありません。セピロス騎士団のメイドをしております。おや、メイド騎士。メイド騎士、これはまた絶妙な。お嬢さんがよければぜひとも取材をさせていただきたい。これは他の騎士よりも100倍はいいネタになる。お二方、私は見ての通りここで長きにわたり講談をしているものです。ただ何度も同じ内容を語ってきたため、お客様にもそろそろ飽きられている頃かと思いまして。しかし先ほどお嬢さんが座った瞬間、全身に雷が走りました。脳裏に浮かんだのは、そう、異国騎士リーユエ騎行。ただそれも思い浮かんだだけで、これといった素材もなく題材が決まっただけの状態ですが、リーユエにもいくつかセピロス騎士に関する噂がありますが、そのほとんどが根も葉もない疑わしいものばかりで。ですので直接騎士様に取材をさせてほしいのです。しかし私は騎士ではありません。いえいえ、そこは大丈夫です。芸術とは生活を源泉としているものの、現実の生活を上回るものである、という言葉があるように、講談に使う内容を適度に誇張したり装飾したりすれば。先輩、なんだか私には理解できないお話になってきました。どうしましょう。助けが必要な人は見過ごせませんが、騎士のふりをすることもできません。そうですとも。こちらのお客様は実に聡明でいらっしゃる。安心してください、お嬢さん、困らせるようなことはしませんから。私と一緒に郊外へ出向き、剣術を見せてくれるだけで良いのです。あとは私が何とかいたします。わかりました。ただの取材であれば。今日はどっちにしようかな。仙岩軍によりますと、近頃郊外にヒルチャールが出没するとのこと。そこに行ってみましょう。
どうやらここのようですが、あいにくヒルチャールはいませんね。ヒルチャールがいないのでしたら取材もできないのでしょうか。いえ、拠点にまだゴミなどが残っていますので、お嬢さんのその件で掃除してみていただけますか。掃除ですか、構いませんが、しかしヒルチャールが戻ってくる可能性がありますので、あなた様は安全な場所で見ていてください。わかりました。安全に配慮し、なおかつ思慮深いと。騎士の風格を感じます。さすがです。もう取材は始まっていたのですか。この拠点にあるものを掃除できれいに、なんだか普段私がやっていることと同じですね。これでしたら講談でお話しされても問題なさそうです。なるほど、今の技は千金断鉄のセピロス剣にしましょう。素晴らしい、今の技道平鉄壁の騎士立てですね。この段落はこうしましょう。かの騎士は神のごとく、ヒルチャールの帰りを緻密に計算していました。民を隠れさせ、剣を持ち敵に立ち向かい、悪くはありません。しかし相手がヒルチャールでは、少々雰囲気に欠けると言いますか。そうだ、お二方、何か戦利品などはお持ちでしょうか。戦利品ですか。はい、戦利品でございます。架空の物語とはいえ、現実味を帯びていればより人々から好まれることでしょう。さらにそこで戦利品などをお見せすれば、信憑性も増します。ヒルジャールの仮面や矢先といったもので大丈夫でしょうか。それなのですが、もしお二方がよろしければ、遺跡守衛から手に入れたものをお持ちではないでしょうか。その通りです。お客様、実にお察しがいい。遺跡守衛から手に入るものの中に混沌の装置というものがあるそうです。私は先ほど思いついた内容を手帳に書き記していますので、混沌の装置がご用意できましたら、私にお声掛けください。混沌の装置がご用意できましたら私にお声掛けください。おお、この重み、そして所々に入った傷跡、あとは少し物語を装飾すればほぼ完璧になります。まだ装飾されるおつもりなのですか。まあ、作品のためになるのでしたら。もちろんです。どう書いたらよいのかも思いつきました。早く書き記しておかなくては。もしお二方に時間がありましたら、ぜひ三倍を言え、私の新作をお聞きにいらしてください。一体どのように書かれるのでしょう。私なんだか少し不安です。リーユエコーに戻って聞きに行きませんか。
如雷のような音が聞こえ、鉄の響く音が聞こえました。巨大な手のひらは容赦なく叩き落とされ、それはそれは息を呑むほどに壮観なものでありました。この勢いならば岩をも切り落とすでしょう。常人がそれを相手にすれば全身は粉々に砕かれ死に至ることも。しかしそこに現れたるは異国の騎士。鉄の爪が落ちるのを見るや否や剣を横に振るいました。激動の音が鳴り響き、土煙が巻き起こる。再びドンとどん重な音が鳴り響くと土煙は消え、そこには巨大な手が二つ地面に落ちていました。これこそ門戸騎士秘伝の神業、道平鉄壁の騎士立ての威力。騎士が休む間もなく黒い影が空に昇り日差しを覆いました。そこにいたのは遺跡ハンター。そのようなものに怯えては騎士の名が廃る。はーっと一声上げ、必殺技千金断鉄のセピロス剣を放つ。黄金の光が輝き、風が渦巻き、火花が散りました。一人で二体もの遺跡守衛を相手にして、さらに遺跡ハンター持って誇張しすぎじゃないか。やはり講談の内容は真に受けない方がいいな。あれは私のことを言っていたのでしょうか。一体何を言って。いけません、私書き直すようお願いしてまいります。皆様信じられないのでしたらこちらをご覧ください。これこそメイド騎士がリーウェを渡り歩いた証。彼女が遺跡守衛と戦った時に手に入れた破片でございます。これは遺跡守衛の部品、仙岩郡にいる親戚の友達の兄弟から聞いたことがある。本物だ。この傷最近つけられたもののようだぞ。私講談師様にはっきりと説明をしてきます。誠実謙虚、これは騎士が必ず守るべき美徳ですのに。それよりもそこのお嬢さん、講談の中に出てきた騎士となんだか似て。似てるっていうか完全に同じじゃないか。サインをもらいに行くか。伝説のメイド騎士だぞ。ええ、はい。これこそ騎士は石門を西に入れ、剣を持ちて山を下らん。リーウェに入ると瞬く間に有名になり、人々に知られることとなりました。この続きはまたの機会に。